ウルトラシリーズウルトラマンマックス、ウルトラマンマックスは2005年7月2日から2006年4月1日まで t b s 系で毎週土曜日7時30分8時に全39話が放送されたチューブ日本放送、つぶらやプロダクション制作の巨大変身ヒーロー、特撮テレビドラマの作品名、もしくはその劇中に登場するヒーローの名前。番組のキャッチコピーは最強。 最速、マックスパワー、マックススピード。テーマが重く、シビアな内容だった前作、ウルトラマンネクサスとは、対照的に本作品は、原点回帰をテーマにしている。ウルトラマンマックスはウルトラマン AT までの昭和ウルトラマン同様に、M78 星文出身の設定だが、世界観は昭和ウルトラシリーズとつながっていない。これは、 パイロット監督を務めた金子修介がウルトラマンティガ以降のシリーズの設定の詳細を知らずウルトラマンなら当然 M78 西英文出身だろうと設定したことによるティガ以降の平成ウルトラシリーズ共通の特徴だったウルトラマンのタイプチェンジ変身は本作品では採用されていないまた派手な変身プロセスが見られ 装着した変身アイテムが必殺に使用時に使われるのも特徴である。本作品は本編放送時間を長くするために大幅な放送フォーマットの変更を行っている。また、オープニングの映像では冒頭にサブタイトル、最後に登場する怪獣の名前が掲げられ、ウルトラマンや怪獣、 防衛隊隊員のシルエットが使用されるなど、昭和期のウルトラシリーズ同様のフォーマットを採用している。地球防衛連合日本支部司令官役として、黒部慎、怪獣生態学博士に、桜井博子を起用。その他、森継浩二や二平松さや、佐原賢二や西条康彦、毒魔虫三太夫、真夏竜など、かつてのウルトラシリーズの昭和世代のレギュラー俳優。 出演者が多数ゲスト出演している。また、平成ウルトラマンのテレビシリーズとしては初めて、バルタン星人、ゼットン・レッドキングといった、ウルトラマン、ウルトラセブンの有名な怪獣も登場する。これらは、子供だけでなく、親子で楽しんでもらおうという意図による。ナレーションは、佐野史郎が担当した。ウルトラ級ダークファンタジーでメイン監督だった。 八木武ケがチーフプロデューサーを務める。スタッフには、平成ウルトラシリーズを支えてきた、村石博美、川上秀幸、八木武ケシ、大田愛、小中千秋、シリーズ初参加の土地原博明佐藤太志、村上秀明三池隆史、さらには、ウルトラシリーズになじみ深い実装時秋を、飯島敏弘、上原昭蔵など、本作品は全39話という、 短い話数だが、監督11名、脚本18名という歴代ウルトラマン史上最多のクリエイターがスタッフとして参加している。ヤギは、監督や脚本家主導の作家主義を採用して一話ごとの面白さを追求しており、第1クールでは王道の作品であることを視聴者に認識させるために、作品の方向性をコントロールせざるを得なかったが、第2クールからの 各作品は非常にバラエティに富んだものとなっている。第15話、第3番惑星の奇跡などのような感動路線的なエピソードもあれば、第16話、私は誰や、第20話、怪獣漂流などのような徹底してパロディやスラップスティックを追求したコメディ調エピソードも多く存在する。さらには、ウルトラセブンの続編とも解釈できる、第十四話、 狙われない街、ウルトラシリーズそのものをメタ視した第22話、誇張の夢など、作品の基本設定さえもフィクションの一部として、利用したような番外編的エピソードまで登場した。前作、ウルトラマンネクサスが当初の予定より短縮されたため、本作品は準備期間が半年という非常に切迫した状況での開始となった。 ネクサスは1年以上の準備期間をかけていたが、本作品では2005年7月からの放送に対して2004年12月から企画が進められ、正式な企画書提出は2005年2月であった。通常は放送開始の3週間前から始める新番組予告を本作品ではネクサスの放送期間中に放送開始8週間前から始めている。このため、 直近作品のプロデューサーを務めた渋谷博康は、前作、ネクサスのまとめに入るため、監督の立場であったヤギが企画を立ち上げることになった。企画は、プロデューサーのヤギタケシ、監督の金子修介、監督兼脚本家の梶健吾、脚本家の小林雄二らが中心となって立案された。キャスティングや一クール目のスタッフは、金子の人脈による部分が大きい。 小林による初期の企画案では、ウルトラマンの数十年後の世界が舞台となる続編と、するものがあり、黒部や桜井の起用はこの名残である。初期案では、ヒーローの名称が、ウルトラゼノンという、ウルトラセブン以来の、漫画外れる名称を企画していたが、力強さをまっすぐに表現するため、ウルトラマンマックスとなった。ゼノンの名称は、本作品に登場する、 ゲストウルトラマンのウルトラマンゼノンに引き継がれている。プレックスによる初期案ではウルトラマンフェニックスやウルトラマンウィングなどの名称が用いられており、鳥をモチーフとした衣装は決定デザインにも取り入れられている。カプセル怪獣や母艦に変形する基地などの案もあった。前述の通り、平成ウルトラシリーズの主役としては唯一タイプチェンジを伴うパワーアップはしていない。 放送枠については、ネクサス制作の時点で、TBSK 土曜7時30分が2006年4月から、毎日放送の情報番組になることが、すでに確定しており、ネクサスの後にもう一本作品を制作したい。つぶらや側にとって、ネクサスを1年放送した後に2クールで番組を作成することが困難であったため、ネクサスを短縮して、本作品を3クールで終了することは、 当初から決定しており、ウルトラマンと同じ全39話に収まった。その結果、本作品は2020年時点で最後の t b s 系全国ネット放送の作品となった。また、本作品終了後の2006年4月からは毎日、放送制作のワイドショー番組、しっとこ、が30分拡大されたため、小さな旅と美術館以来続いた t b s 系、 土曜7時30分における CBC 制作の全国ネット番組は本作品が最後となり CBC 制作枠は日曜朝7時前半枠へ移動し週刊健康カレンダーからだの気持ちが開始されたティガ以降の作品では初めて劇場版が制作されておらずマックスやゼノンの劇場版初登場は2009年制作の大怪獣バトルウルトラギン伝説ザムービーになる 関連商品についても、ウルトラマンコスモス以降の作品では本作品のみ、家庭用テレビゲームソフトが発売されていない。21世紀。世界各地に異常災害が発生し、空想の産物と思われていた怪獣が現実に出現するようになった。それはあまりに繁栄しすぎた人類という種に対し、生態系が生み出した天敵でもあった。 チームダッシュのダッシュバード1号の不木現場に居合わせた災害ボランティアの青年ト東マカイトは負傷した小石川水木隊員に代わってダッシュバード1号に登場しグランゴニアラゴラスノに大怪獣に立ち向かうだが怪獣の攻撃を受けてダッシュバードは操縦不能となってしまうその時赤く光る玉と共に現れた光の巨人がカイトを救った 文明を監視するためにゲーム78星雲からやってきた巨人は自分の身を顧みずに人々を救おうとするカイトの姿に共振する個性を見出し、カイトと一心同体となって人々の命を守るために戦うことを決意し、マックス・スパークをカイトに授けた。こうしてウルトラマン・マックスが誕生した。これを機にカイトはダッシュに入隊。以後、 マックスの力が必要になると、マックススパークを使用して、マックスに変身し、怪獣や宇宙人と戦う。M78 星雲から文明監視員として、地球の文明を監視するためにやってきた光の巨人。本放送当時は、光の国出身とはされておらず、過去のウルトラシリーズとも関係はないとされていたが、映画、大怪獣バトルウルトラ銀河伝説ザムービー及び、 ウルトラマンゼロザムービー超決戦ベリアルギンガー帝国ではマックスとゼノンが光の国の戦士として登場しているウルトラマン列伝ではウルトラマンゼロがマックスを光の国からやってきたと解説しているまた劇場版ウルトラマンギンガー S 決戦ウルトラ重勇士のブルーレイ解説書ではウルトラマン太郎の証言としてマックスの出身地を M78 星雲のどこかと記述している。通常はその惑星には干渉しないが、地球の文明を監視するうち、自らを犠牲にしながらも戦うカイトに、共振する個性を感じ、地球で頻発した怪獣や侵略者から人類を守る、ために戦うことを決意する。地球での活動時間は3分間。マックス自体の意志は、カイトと融合しておらず彼と会話することもあるが、 変身前は、カイトの自主性を尊重して滅多なことでは表に出てこない。最終話なしで、ギガバーサークに倒されて、貼り付けにされるが、ダッシュの活躍で復活して勝利した後、カイトと分離してゼノンと共に M78 星運へ、帰った。ウルトラマン X 第8話に、ゲスト出演した際は、カイトの姿を借りる形で、作中世界の地球へ現れている。 カイトがマックスと一体化した時に、マックスから受け取った変身アイテムで、金と銀の色彩が施されている。マックス自身の左前腕にも装着されており、その際には、マクシウム可能を放つためのアイテムとして使用される。カイトマックスと知ったピット星人や、燃えたランガに奪われたこともある。カイトが右手で取り出した、マックススパークを高く掲げた後、左手甲から、 左前腕にかけて装着すると、マックススパークから光が放出されて、カイトを包み、歴代ウルトラマンのカラータイマーに相当する、パワータイマーを中心に、体が段階的に変化した後、手を掲げずに、画面奥から迫ってきてそのまま巨大化するという、ウルトラマンとウルトラセブンを組み合わせたようなスタイルが基本である。地球人が最大限努力しても、 人命を救えない時にのみ変身が可能で、カイトの指針のみでは変身できない。マックス・スパークを掲げた瞬間に光が放たれ、変身したこともあった。第16話では、カイトがミケの光線を受けたことで、マックスへの変身方法を忘れてしまった後、半ば事故に近い形で変身するも倒れたままで、巨大化してしまった。第22話では、カイトと入れ替わった。 脚本家、ハスヌマが変身するというチンジもあった。また、第34話では、マックスのエネルギーが失われた際に、バルタン星人の子供たちからエネルギーを得て、変身している。第39話の最後の変身では、マックスと分離してしまったカイトが、ダッシュバード1号のコクピットから飛び降り、マックスギャラクシーに宿ってマックスと一体化変身を遂げるという荒行も披露している。 シリーズ中盤で、ウルトラマンゼノンから与えられた右下腕部に装着して使用する武器。普段は装着しておらず、使用時は右手を点に上げて、虹色の光線を手のひらから放つことで、空中から召喚して装着する。ただし、体力の消耗が激しいため、毎回は使えない。13.39話に登場。初登場時には、 マックスとゼットンとの戦いの最中に現れ、マックスにマックスギャラクシーの召喚能力を授けた。終盤では、M78 星雲へ帰還するマックスを迎えに、地球近辺まで来ており、共に帰還した。正式名は、ユナイテッド・ディフェンス・フェデレーション。21世紀、世界各地で頻発した自然災害の影響で現れた怪獣や宇宙からの侵略に対処すべく、 国連が設立した国際組織。本部はパリにあり、北欧、アフリカ、中東、ロシア、インド、中国、南米、北米、豪州、南極、日本の11カ所に支部がある。日本支部は東京湾海上にあるベースタイタンで UDF 隊員の中から知力、体力を鍛え抜かれた各分野のエキスパートで結成された対海中防衛チーム。 ダッシュがここから出撃する。ダッシュは24時間体制で、怪獣、怪事件に立ち向かうが、通常の勤務開始は午前10時からである。また隊員たちは、怪獣、宇宙人に関する事件の際に、警察や軍隊を超越した、捜査権の行使や装備を使用できる。東京湾、臨海副都心の沖合に建設された UDF 日本支部基地で、防衛本部も兼ねている。 最上層階に、ダッシュの指令室が置かれ、内部には、富岡の長官室、各隊員の個室、エリーとここのエネルギーを充電する、コスメティックブースをはじめ、会議室、メディカルセンター、対侵略者用モニタールーム、宇宙人調査室、射撃訓練場、ダッシュバード各機の格納庫など多くの設備や、指令本部、科学局、外交情報局、広報支援部などの部署がある。 外部には、基地正面にダッシュバード1.2号用の発信口、基地上部にダッシュマザーの格納、発信スペース、地下には、ダッシュアルファとダッシュドゥカ用の秘密地下トンネルがそれぞれ設けられている。また、設定によれば、要塞としての役割も与えられているため、相応の火力も配備されている。第8話では、回収した隕石から現れたバグダラスに暗躍されたり、 第18.36話では2度にわたって、シャマー精人が地球人になりすまして、ダッシュの隊員たちの挑発、妨害に現れたりなど、侵略者からの干渉を受けたこともたびたびあった。第38話では、デロスのバーサークシステムの攻撃により、一瞬のうちに壊滅してしまったが、50年後を描いたラストシーンでは再建されている。基地内などで働く。 カーキ色の隊員服にタクティカルベストを着用した警備員や広報支援部に属し最前線でダッシュをバックアップするフレイ一式のつなぎを身にまとった隊員など様々な部署で働く隊員がいる。カッコ内は登場した話数。カッコ内は登場した話数。過去のウルトラシリーズは本編の間に CM を1回だけ挟む前後半構成だったが 今作品は本編の間に CM が2回入る構成となっている。本編の差しを確保するために ED とアイキャッチがカットされ OP も従来の90秒から70秒に短縮されたため1回あたりの本編放送時間はウルトラシリーズで最長の24分前後となる。番組の構成は以下の通り番組タイトル アバンタイトルオープニング CM 本編 A パート、CM 本編 B パート、CM 本編 C パート、次回予告情報コーナー、MAXBOX 本作品は、物語上は全39話で完結するが、本放送においては、最終回の翌週に、これまでの MAX の戦いを振り返る、総集編、MAX ス,スペシャルフィナーレ、ウルトラの未来へ、を放送して終了した。 最終エピソードの脚本を担当した小中千秋は4月1日の放送文もあるのなら3部作にしたかったと後に語っている。ギャラクシークライシス以降の設定もあり、マックス本編から直接つながらない、別世界へ普通に客演している。放送に先駆け、つぶらやプロと CBC による視聴者参加企画として、怪獣デザインコンテストと、 伝説の怪獣人気投票の2企画が行われた。伝説の怪獣人気投票では、古代怪獣ゴモラが1位となり、第21話、指定からの挑戦に登場。一方、怪獣デザインコンテストでは8歳の少年が考えた、ルガノールが最優秀賞を受賞し、第28話に、ルガノーガーとして登場した。また、怪獣デザインコンテスト優秀賞の怪獣たちは、 放送の最後にあるミニコーナーマックスボックスで紹介された。ありがとうございます。